皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。 一言で、実はめちゃくちゃやばい。小豆を毎日コツコツ食べ続けると体に起こる劇的な変化について。二言で、甘いのに体に良い、美味しすぎて病みつきになる激うま小豆の食べ方4選について解説していきたいと思います。それでは早速一言の、実はめちゃくちゃやばい。 小豆を毎日コツコツ食べ続けると体に起こる劇的な変化から解説をスタートして参りましょう。さて、この動画の最初となる一言では小豆を食べることで一体私たちの体はどうなっていくのかどんな素晴らしい健康効果をゲットすることができるのかについて厳選して合計5つご紹介させてください。まず1つ目に紹介したいのは老化した腎臓がピカピカになるという変化になります。さて 古くから、魔除けや病気の治癒に使われてきた小豆は、同じ豆科の植物である大豆と並んで、素晴らしい健康効果の数々があるということが分かっているんですね。中でも皆さんに、最も注目していただきたい、小豆の健康効果の一つが、老化してしまった腎臓をピカピカにしてくれるというすごい効果なんです。実は 東洋医学において昔から小豆は腎臓に良い効果があるとされてきたんです。これは東洋医学における同類相補という考え方が元になっています。 同類相補というのは、臓器に似た形の食べ物を取ると、その臓器にプラスの影響があるという考え方になります。確かに、小豆っていうのはね、腎臓によく似た形しておりますよね。だからこそ、腎臓に良い効果があるんだと言われてきたわけです。このような、東洋医学の考え方が正しいということは、すでに科学的な実験によっても明らかになっています。小豆が持つ腎臓のお掃除効果は、主に 次の2つになります。 1. 1ポリフェノールによって腎臓のサビを取る効果。糖尿病腎症を予防してくれる効果。この2つの効果が小豆が腎臓にもたらす素晴らしい効果です。小豆にはたっぷりのポリフェノールが含まれていることが知られています。小豆に多く含まれるポリフェノールとしましてはサポニンというものが有名なんですが、これらのポリフェノールには高い抗酸化作用があることが分かっているんですね。このような抗酸化 作用によって。 ポリフェノールは腎臓の細胞の老化をストップしてくれるんです。私たちの腎臓というのは、まあ一言で言ってしまえば、血液のゴミを取り去るフィルターの役割を果たしています。血液の中から不純物とか余分な物質をろ過することで尿を作り出し、体の外に排泄してくれているんです。ちょっとね、皆さんイメージしていただきたいんですが、掃除機とか浄水機などのフィルターを 交換のためにね、釜に取り出すと、ものすごい汚れがついてるじゃないですか。実は、血液のフィルターである腎臓も、このような掃除機や浄水機と同じで、放っておくと、 どんどん汚れていってしまいます。このように蓄積した汚れによって腎臓がストレスを受けると腎臓の細胞が酸化ストレスによってどんどん錆びついていってしまうんです。このような錆を取るお掃除屋さんこそが小豆にたっぷりと含まれているポリフェノールというわけなんです。実際に実験によっても 小豆に含まれるポリフェノールに腎臓の機能を保護する効果があるということが実証されているんです。また、腎臓癌をはじめとする癌細胞に小豆の煮汁を与えた実験では煮汁に含まれているポリフェノールの作用によって癌の増殖が 抑えられたということまでわかっています。このように、小豆が持っている素晴らしいポリフェノールには、日々の血液のろ過によって、汚れてしまった腎臓のフィルターを、綺麗綺麗にお掃除し、常に腎臓を若々しく保ってくれる効果があるんです。掃除機と違ってね、腎臓のフィルター取り出して洗うことできませんから、私たちは食べ物によって腎臓のフィルターを綺麗にクリーニングしてあげる必要があります。 腎臓というのは言うまでもなく私たち自身の健康や若々しさにとって必須の臓器になっています。なぜならば腎臓が老化してしまえばフィルターが汚れて詰まってしまった掃除機や浄水機と同じで血液がきちんとろ過されなくなってしまうからであります。血液がろ過されなければ血の中にどんどん不純物やゴミが溜まっていきますよね。このような不純物が血液の流れに乗って 全身の細胞に撒き散らされることでお肌や脳細胞など、ありとあらゆる細胞の老化が進んでしまうというわけなんです。つまり 小豆を食べてたっぷりのポリフェノールを取ることは腎臓を若々しく保ってこのような全身の細胞の老化までも間接的に食い止めてくれることになると言えるんです。ちなみに後でご説明しますが小豆が持っているポリフェノールは腎臓だけではなく全身の細胞にも直接作用することで若返りを促してくれます。このように小豆というのは 全身の老化した細胞をピカピカにする奇跡の食べ物と言えるでしょう。ぜひ毎日コツコツ食べましょう。 それでは次二つ目に紹介したい。小豆を毎日コツコツ食べ続けると体に起こる劇的な変化は辛い高年期障害の症状が和らぐという変化になります。さて皆様、私たちは40代を過ぎた頃から様々な健康上の問題に悩まされるようになるんですね。40代にもなれば体全体の代謝が落ちて若い頃と同じような生活をしていても どんどん体にガタが出るようになってしまいますよね。特に中高年の方が絶対に避けられない問題としましては、高年期障害という問題が挙げられます。高年期障害といえば、閉経前後で女性が悩む問題として有名なんですが、昨今では実は男性の高年期障害も 大きく注目されるようになってきているんです。女性の更年期障害と男性の更年期障害は細かく見れば 症状などに違いはございますが、大まかに言っちゃえば、どちらも性ホルモンのバランスが乱れることで起きるという共通点があります。女性の場合は、閉経によって女性ホルモンのエストロゲンが低下することにより、更年期障害になりますが、男性の場合も同じで、性機能の低下によって男性ホルモンが減少することで、男性更年期になってしまいます。更年期障害は、体の不調のみなら メンタルの不調も来してしまうのが厄介な点と言えます。 女性の場合であればイライラ、男性であれば抑うつなどが高年期障害の代表的なメンタルの問題であると言えます。実は小豆にはこのような嫌な高年期障害の症状を和らげてくれる素晴らしい効果がございます。小豆には大豆と同じでイソフラボンという栄養素が豊富に含まれているんです。このイソフラボンが閉経によって不足したエストロゲンの効果を補ってくれることで 女性の高年期障害の辛い症状を和らげてくれることが分かっているんです。さらに嬉しいのが、小豆が持っているメンタルの安定効果になります。先ほど述べましたが、高年期障害で辛いのは体調の変化だけではないんです。高年期になると多くの人がイライラしたり、メンタルの落ち込みに 悩まされるようになります実は小豆から作られるあんこは一説には抗うつ薬よりも高いメンタル安定効果があるとも言われていますこれは小豆にたっぷりのマグネシウムが含まれているからですマグネシウムには精神的な疲れを癒してくれる効果があるとされていてマグネシウムたっぷりの小豆を食べることで高年期障害の精神症状を和らげてくれるというわけなんです一方で 小豆は男性更年期にも良い影響を与えてくれますその秘密は小豆が持つ たっぷりの亜鉛にあります。亜鉛といえば皆さん筋トレとか精力アップなど男性ホルモンを高めて体を元気にしてくれるようなイメージがありますよね。そのイメージの通りで亜鉛は男性ホルモンの代表であるテストステロンを爆上げしてくれる効果がございます。亜鉛と男性ホルモンの関係について調査した研究では亜鉛の摂取量を増やすことで高齢男性の テストステロンの値が約2倍に爆上がりするということが分かっているんです。一方でですよ、亜鉛が不足してしまった男性では、テストステロン値がなんと25%も低下してしまうことが分かっておりますので、テストステロンを維持するために、いかに亜鉛の摂取が重要であるかがお分かりいただけるでしょう。 アエンがたっぷり含まれている食べ物としましては、カキなどが有名ですよね。ですが、このようなスタミナ系の食べ物には、同時にプリン体も多くて、食べすぎるとアエンが上がる一方で、尿酸値が上がってしまい、痛風のリスクになるというデメリットがございます。その点、小豆であれば、プリン体はほぼゼロで、 ノーリスクで亜鉛を摂取することができるので、尿酸値が気になる中高年男性の方も安心して召し上がることができるというのが嬉しいでしょう。さらに嬉しいのは、小豆が持つ亜鉛は煮ることでアップ。 アップしてしまうという点なんです小豆は煮ることによってアエンの量がなんとおよそ3倍にもアップすることが分かっておりますので小豆を煮ることで作るあんこなどは最強のスイーツであると言えるでしょうちなみにアエンには男性ホルモンをアップして男性更年期の症状を和らげてくれる他にも髪の毛の合成をアップして若々しいふっさふさの髪を維持してくれるなど中高年の 皆さんにとっては嬉しい効果が盛りだくさんになっていますまた小豆は 100g あたりのタンパク質が 20.3g と大豆並みにタンパク質が豊富になっておりますので髪の毛の材料であるアミノ酸まで一緒に摂ることができちゃいますこのように小豆には 男女ともに、更年期障害を和らげ、髪の毛をふさふさにしてくれる、嬉しすぎる効果があるので、40代になったら特に意識して、積極的に食べるようにいたしましょう。それでは次、三つ目に紹介したい。小豆を毎日コツコツ食べ続けると、体に起こる劇的な変化は、全身の血 さて、言うまでもないですが、皆さん、血管の健康というのは、私たち全身に存在する、ありとあらゆる細胞の健康に直結する、重大な問題であると言えます。なぜならば、血管というのは、全身の細胞に酸素や栄養素を届ける道路のようなもので、生きていくためには絶対に必要だからです。皆さんは、私たちの体中に張り巡らされている血管と というものが一体どれほど長いのかを想像してみたことはありますか末梢にある非常に細い毛細血管も合わせれば私たちの体に張り巡らされた血管の全長はなんと10万キロメートルにも及ぶと言われています10万キロメートルなんて言われてもちょっと長すぎてイメージしにくいかもしれませんが簡単に言うと地球2周半分の長さになりますいかに私たちの体の中に多くの血 血管が張り巡らさて、このように、長い長い血管が、老化してしまったり、傷ついちゃったら、どうなるでしょうか道路が寸断されて、通行止めになると、社会インフラが機能しなくなるのと同じで、老化して詰まってしまった血管は、様々なトラブルを引き起こしてしまいます。特に問題となるのは、 血管の炎症と酸化です。生活習慣の乱れなどによって、有害な活性酸素が発生すると、その活性酸素が血液に乗って全身の細胞にばらまかれてしまいます。すると、血管が酸化して、いわば錆びついてしまいます。酸化した血管というのは、錆びついた水道管と同じで、とても脆く壊れやすくなっています。このような壊れやすい血管が傷つくことで、血管に炎症が起こり、 どんどん血管が老化していってしまうというわけなんです実は小豆にはこれら血管の酸化と炎症の両方を抑えてくれる働きがあることがわかっています小豆に たっぷりの良質なポリフェノールが含まれているのは先ほど述べた通りです。ポリフェノールはその強力な抗酸化作用によって全身のサビを取ってくれますが当然その中には血管についたサビだって含まれております。そのため小豆を食べれば血管の内側にこびりついていたサビが取れて老化した血管がピカピカになるというわけなんです。一方で小豆には血管に発生してしまった薬 快な炎症を抑える働きもございますある実験によると 小豆を投与することによって、動脈に起きた炎症が抑えられ、血管内皮細胞のダメージが軽減するということが判明しております。血管内皮細胞というのはその名の通りで、血管の内側を裏打ちしている細胞のことです。血管もまた、このような多数の細胞からできていますから、それらの炎症を収めることで、小豆は血管の健康を保ってくれるというわけなんです。さらに小豆は、 このように老化した血管をきれいにしてくれるのみならず、その中を流れる血液まで浄化してくれる作用があります。先ほどもご紹介した小豆が持つサポニンには血液中のコレステロールや中性脂肪の増加を防いでくれる役割があります。血液中のコレステロールや中性脂肪というのはいわば水道管を通る油汚れのようなものなんです。たとえ小豆による抗抗酸化抗炎症作用に によって水道管である血管がピカピカになったとしてもまたそこにドロドロの油汚れが流れ込んでしまったらすぐにまた水道管が古くなってしまいますよねですが小豆は血液の油汚れを取ることで血液をサラサラにしてくれて綺麗になった水道管が再び汚れてしまうのを防いでくれる働きがございますちなみにこのような小豆の血液サラサラ効果は主に小豆の 外のの皮皮つままり皮の部分に多く存在すすることが分かっています詳しくは二元でご説明したいんですがこのような理由から小豆はきちんと外側の皮まで一緒に食べるということがとても大切なんです小豆が持つ食物繊維もまたそのほとんどが皮の部分に凝縮されておりますから小豆を食べる際はぜひとも皮まで残さず食べるようによろしくお願いしますそれでは次4つ目に紹介したい 小豆を毎日コツコツ食べ続けると体に起こる劇的な変化は細胞に溜まった重金属がデトックスされるという変化になります。さて先ほど腎臓の説明のところで小豆が持っているポリフェノールは腎臓のフィルターだけでなく全身の細胞までピカピカにしてくれるというお話をいたしました。実は小豆にはサポニンをはじめとした8種類もの良質なポリフェノールが含まれていることがわかりました。 分かっていていその量はなんと赤ワインの1.5倍であると言われています赤ワインというのは、しばしばポリフェノールたっぷりで、体に良いと言われていますよね。確かに、赤ワインには、ブドウの皮由来の豊富なポリフェノールが含まれますが、一方で、アルコールによる数々のデメリットもございます。小豆であれば、このようなアルコールのデメリットなしに、赤ワインの1.5倍ものポリフェノールが取れちゃうわけですから、赤ワインに比べ 圧倒的に小豆の方が体に良いと言えるでしょう。 さらにもう一つ見逃しちゃいけないのが小豆が持っている強力なデトックス効果になります。実は小豆には細胞内に蓄積した重金属や発岩物質といった有害な物質を除去する高いデトックス効果があることが分かっています。私たちは日々の生活でどうしてもこのような有害物質を細胞内に溜め込んでしまいます。特に重金属についてはどれほど健康に注意して いいいてても多少の蓄積は避けらられれないと考えられているんです例えば私たち日本人は魚を生で食べる文化がありますが実は魚にはたくさんの重金属が含まれています特にマグロのような大型魚は食物連鎖によってメチル水銀をはじめとした大量の重金属が蓄積されておりますそして問題なのはこのような生魚というのは極めて体に良いという点でしょう 生の魚には酸化していない良質な不法は脂肪酸が含まれていて健康のためにはぜひとも積極的に摂取していただきたいものになっています良質な不法は脂肪酸が取れるけれど同時に重金属も取り入れてしまう魚というのは健康のために食べるべきかどうか悩ましいという人もいるかもしれませんですが結論から先に申し上げると生の魚はぜひ積極的に取っていただきたいと思います なぜならば生の魚が持っている重金属のデメリットというのは小豆を一緒に取ることで多少なりとも打ち消すことができるからです魚と一緒に小豆を取れば不飽和脂肪酸という良い部分だけを取り入れて有害な重金属を体の外に出すことができますまた生の魚が持つ不飽和脂肪酸には血液をサラサラにしてくれる効果もございますから小豆が持っている同様の効果と合わせ汚れてしまうとす まった血液が爆速で綺麗になることが期待できるでしょう。さらに小豆にはこのような重金属のデトックス効果以外にも。 体の中の余分なナトリウムを排泄してくれるなど様々なデトックス効果があるということが知られているんです。ナトリウムがね、体に溜まってしまうとむくみなどの原因になってしまいますし、腎臓に負担がかかる原因ともなるため余計なナトリウムを排泄してくれる小豆は汚れた体をリセットしてくれると言えるでしょう。ただしこのような小豆のデトックス効果は国産のものやオーガニックなどきちんと 品質が管理された小豆でないと得ることができません特に中国産の品質の悪い小豆には注意が必要ですなぜならば中国産の小豆には小豆そのものに大量の重金属が含まれているケースがあるからです中国産の食べ物から重金属が検出されるというのはたびたびニュースになっていてもはや珍しいことではありません中国湖南省から輸入された米や野菜から基準値を はるかに超える重金属が見つかったというニュースは記憶に新しいですよね。また最近では中国産の漢方薬から基準値の9倍にも及ぶ大量の重金属が見つかったとしてもはや薬なのか毒なのかわからないような混沌とした状況になっています。薬である漢方薬でさえこのざまなわけですから食品に至っては一体どれほどの重金属によって汚染されているのか正直わかったものではありません。 ありませんせっかく小豆によってデトックス効果を得ようと思っているのにその小豆自体に重金属が含まれていたら本末転倒ですよねそのため小豆を食べるときは安心安全の国産品を選ぶようによろしくお願いしますそれでは次5つ目に紹介したい小豆を毎日コツコツ食べ続けると体に起こる劇的な変化は将来の人工透析のリスクを 爆下げすするというものになりますさて、先ほど、小豆が持つポリフェノールによって、腎臓の老化がストップするというお話をいたしました。そして、もう一つ忘れてはいけないのが、小豆によって、糖尿病腎症という恐ろしい病気が予防できるという効果なんです。糖尿病腎症というのは、糖尿病を原因とした腎不全のことになります。食生活や生活活や習慣の乱れによって腎臓 のフィルターが完全に破壊されてしまうと透析治療が必要になるというのは有名な話ですよね透析治療というのは 血液を取り出して、それを人工的なフィルターにかけ、不純物を取り除いて、再び体に戻すという治療になります。つまり、腎臓ができなくなってしまった血液の除去フィルターの役割を人工的な透析器によって行うという治療になります。腎臓が24時間毎日行っている血液除去フィルターの仕事を人工的な機械で行うわけですから、それなりに時間がかかります。そのため、 人工透析が必要になると、週に3回、1回4から5時間もの透析を受けなければいけなくなります。これは大変な時間の損失と言えますよね。そのため、絶対に透析だけは避けたいと思っている方も多いことでしょう。また、透析ができるのであればまだマシで、今後将来的には透析にはお金がかかるようになると予想されております。現在、 人工透析が必要になるとほとんどの場合は第1級障害に認定されるため障害年金の対象になりますさらに高額療養費制度によってたとえ人工透析が必要になっても1月にかかる医療費は1万円程度で済みます ですが、今、このような医療制度が問題視されております。日本人の透析患者は年々増え続ける一方で、一人当たりなんと年間で600万円の医療費がかかっていると言われています。人工透析にかかる医療費は年間総額でおよそ1.5兆円にも上ると試算されていて、医療経済を大きく圧迫しているというわけなんです。このような理由から、一部では食生活の乱れなどによる 自己責任の投析に関しては保険適用を廃止せよという議論があります。現実に投析にかかる診療点数が毎年引き下げられているという事実からも将来的には投析の自己負担額の増加などが必要になる可能性は大いにあり得ると言えるでしょう。これが先ほどね人工投析ができるならまだマシと申し上げた理由になります。つまり私たち日本人は将来腎不全に になって人工透析を受けたくてもお金がなくて受けられないという残酷な現実に直面する可能性があるというわけです医療崩壊が叫ばれている現在今現在50代から60代の皆さんが後期高齢者になる頃にはそのようなディストピアが 現実化している可能性は大いにあり得ると言えるでしょう。このような悲惨な現実に直面しないためには何よりも人不全にならないように私たちは日々食生活に気をつけることが何より重要なんです。そこでぜひ食べていただきたいものとしてはやはり小豆になります。実は日本人の透析導入の原因のナンバーワンは糖尿病腎症であります。それゆえに小豆によって糖尿病は をを予予防防すすすするるるるとととというここは糖が必要にになの直結すると言えます実は小豆はさまざまなメカニズムによって糖尿病を予防できることが知られています小豆が持っている糖尿病予防効果としましては次のようなものがあります1糖が分解されてしまうのを阻害する効果 二、ポリフェノールによる血糖上昇を緩やかにする効果三、たっぷりの食物繊維による効果です特に一番目の糖が分解されるのを防ぐ効果というのは小豆にしかない効果ですからぜひチェックしておきたいポイントです小豆を煮た煮小豆の成分を解析した日本の研究により小豆には糖質の分解を阻害する成分が複数含まれているということが判明しておりますこれらの成分 が食べた糖質の分解を邪魔することによって余分な糖が吸収されずに便として出て行ってくれるんです。 糖質はきちんと分解されて腸で吸収されなければ食物繊維と同じで血糖値を上げることはありません。そのため普段の食事にニアズキを加えるだけで糖の吸収が阻害され食事から糖を除いた栄養素だけを摂取できるというわけなんです。またこの研究のポイントは 糖の吸収を阻害する成分の一部は加熱しても効果が失われないという点でしょう。小豆というのは大抵煮たりして食べるもので生で食べるなんていうことは稀ですよね。そのため加熱しても糖の分解阻害効果が失われないというのは大切なポイントなんです。またこの他にも小豆にはポリフェノールや食物繊維によって血糖上昇を緩やかにしてくれる効果もございます。 これは、小豆だけじゃなくて、大豆など、ポリフェノールを含む植物全体に言えることですが、小豆の場合は、先ほどの糖の分解阻害効果と合わさることで、より強力な糖尿病予防効果が発揮できると考えられるんです。続く2件で、詳しくご紹介いたしますが、このような糖尿病予防効果から、日本の代表的なお菓子であるあんこは、甘いにもかかわらず、そこまで体に害のない特別なお菓子 になっていますもちろん食べ過ぎはよくはありませんが健康のためにほとんどの甘いものが NG である中あんこが食べられるというのはとても嬉しいですよね。では 血糖値が上がりにくいあんこの食べ方や調理法についても詳しくご紹介するのでぜひ引き続き楽しみにご覧になってほしいですそれでは一旦この辺で一言の内容をまとめておきましょう一言まとめこの一言では小豆を毎日コツコツ食べ続けると体に起こる劇的な変化について説明しました ポイント1、小豆が持つ良質なポリフェノールによって老化した腎臓がピカピカになる。ポイント2、小豆には男女共に辛い高年期障害の症状を和らげてくれる効果がある。ポイント3、小豆は血管の炎症と酸化の両方を防ぐことで全身の血管が若返る。ポイント4、小豆には細胞に溜まった重金属をデトックスする作用がある。ポイント5、 小豆は糖尿病を予防することで将来の人工透析のリスクを爆下げする。 それでは次2弦で甘いのに体に良い美味しすぎて病みつきになる激うま小豆の食べ方4選について解説していきたいと思いますさて1弦で小豆のメリットが分かった皆さんに続く2弦ではめちゃくちゃ健康に良い絶対におすすめしたい小豆の食べ方について厳選して4つご紹介していきたいと思いますまず1つ目に紹介したいのは砂糖不使用なのに甘い あんこでありますさて、天候のために甘いものは NG であるというのは、もはや常識中の常識になってきましたよね。 甘いものというのは血糖値を爆上げすることで糖尿病や透析のリスクになるばかりではなく脳をバグらせてしまってうつ病を引き起こしたりエイジスという有害な老化物質の原因になることも分かってきましたこのような事実からできる限り甘いものを避けるようにしているんですという方もかなり多いことでしょう ですが一方で適度な甘いものというのは心をハッピーにし食の楽しみを豊かにしてくれますたまにはいつも頑張っている自分へのご褒美として甘いものがどうしても食べたくなってしまう時もありますよねそんな時にぜひおすすめできるのがあんこなんです一元でご紹介したように小豆からできるあんこは甘いにもかかわらず糖質の吸収が抑えられるため他のスイーツに比べて圧倒的 に健康的なんですそんなあんこの中でも最も健康的なあんこが最近流行りの発酵あんこになります。発酵あんこというのは小豆と米麹によって作るあんこのことで砂糖を使わずに作ることができるというのが何よりのポイントでしょう。そして発酵あんこの不思議なところは砂糖を使っていないにもかかわらず甘くて美味しいという点なんです。発酵あんこが砂糖を使わなくても甘くなるのは 米麹に含まれる麹菌が小豆のデンプンを分解してくれるためなんです。そのため発酵あんこには小豆由来の自然で優しい甘さが加えられ健康的に美味しく召し上がることができるんです。発酵あんこの作り方は非常に簡単で柔らかくなるまで煮た煮小豆に米麹を混ぜて60度で一晩寝かせるだけで OK です。ちなみにこの発酵あんこの小豆をお米に置き換えたら 全く同じ作り方で甘酒ができちゃいます甘酒もね、砂糖を使わなくたって甘くなりますよね。つまり、発酵あんこというのは、小豆で作る甘酒のようなものであると考えればイメージしやすいと思います。一番難しいのは、60度で一晩寝かせるという工程ですが、これは保温性のある魔法瓶の水筒などを使えば解決できます。また、温度が設定できる保温機能がついた炊飯器を思いす 家の方はそれで作ることもできますこのようにして作った発酵あんこは一元でご紹介した数々の小豆の効果のほかに発酵食品としての成長効果まで加わるため非常に健康に良いと言えます発酵あんこには良質な生きた麹菌がたっぷりと入っておりますのでそれを食べることで腸内の善玉菌がみるみるうちに元気になっていくことでしょう ちなみに発酵あんこを作る過程で出た煮汁はぜひとも捨てずに取っておいてくださいこの煮汁の使い道については後ほどご説明いたしますそれでは次二つ目に紹介したい美味しすぎて病みつきになる激うま小豆の食べ方はご飯と一緒に炊くだけ小豆の雑香 黒米になりますさて小豆はあんこにして食べる他にもご飯に混ぜるなどしてそのまま食べることもできちゃいます。小豆が入ったご飯といえば私たち日本人には赤飯がお馴染みですよね。一元でご紹介したように小豆には 糖質の分解を阻害する効果がありますので、ご飯と混ぜて炊くことによって、米の糖質吸収が緩やかになって、雑穀米と同じ健康効果をゲットすることができます。軽く洗った小豆とお米を一緒に炊飯器に入れて炊くだけでできますから、最も簡単にできる小豆料理の一つであると言えるでしょう。ちなみにこの時、白米ではなく、玄米を使うことで、さらに健康効果が アップしますお好きな雑穀米に混ぜて食べることもできますし、玄米のパサパサ感が苦手な方は、白米を少量混ぜても構いませんので、ぜひオリジナルの小豆ご飯のレシピを作ってみてほしいと思います。それでは次、三つ目にご紹介したい、美味しすぎて病みつきになる激うま小豆の食べ方は、みるみる脂肪が溶けていく、小豆茶になります。さて、先ほど、発酵あんこの製造過程でできる煮汁は、 ぜひ捨スてスにね取っておいていただきたいと申し上げましたなぜならば小豆の煮汁はそのまま小豆茶として飲むことで非常に高い健康効果を得ることができるからです小豆の煮汁には 小豆が持っている水溶性の栄養素がたっぷりと溶け出しているんです。その中にはミネラルやポリフェノールもたっぷり含まれているので、煮汁を捨ててしまうというのは、これ非常にもったいないんです。小豆の煮汁である小豆茶はダイエットにも非常に効果的です。実は小豆の煮汁には余計な脂肪を便として出してくれる素晴らしい効果がございます。 小豆にはルチンやケルセチンといった栄養素が含まれているんですがこれらの成分には脂肪細胞に脂肪滴が溜まるのを防いでくれる効果がございます脂肪的というのはその名の通り脂肪のしずくのことで小豆茶を飲むとこの脂肪滴が便の中に吸収され数日後に便とともに外に排出されると言われております余分な脂肪が便として出てくれるなんて最近話題の内臓脂肪 減少薬のよようでですすごいですよね科学的に合成される内臓脂肪減少薬にさまざまな副作用がある一方で天然の小豆茶には全く副作用はありませんのでより安全にダイエット効果が得られると言えるでしょう。 また、あずきちゃは、あずき由来の良質なアミノ酸や食物繊維も溶け出しておりますので、腹持ちが良く余計な感触を防いでくれるという嬉しい効果もあります。ぜひ発酵あんこを作った後の煮汁は取っておいて、小腹が空いた時に飲むようにしてみましょう。それだけで、みるみるうちに脂肪が溶けて、健康的にどんどん痩せていくことができるはずです。それでは、ラスト4つ目に紹介したい、美味しすぎて病みつきになる激うま 小豆のの食べ方は糖の吸収が阻害さて、発酵あんこを作るのがちょっと面倒だと感じる方にとって食べすぎないのであれば砂糖入りのあんこを食べるというのも悪くない選択肢になります。 あんこには一元でご紹介した高い糖質吸収阻害効果がありますので多少の砂糖であればまあ目をつぶることができると言えるんです。ですが砂糖入りのあんこを食べる際に必ず気をつけていただきたいポイントがございます。それは絶対に粒あんを食べるということ。あんこには粒あんとこしあんがありますがその大きな違いは小豆の皮が取り除かれているかどうかです。先ほどの通り小豆が 持つ食物繊維やポリフェノールのの多くは皮の部分に存在していますそのため皮を取り除いてしまったこしあんは繊維質の部分を取り除いた野菜ジュースと同じで大切な栄養素が失われた搾りカスのようなものであると言えるんですそのような搾りカスであるこしあんには糖質吸収を阻害する効果がほとんどなくなってしまっているので砂糖のデメリットばかりが目立ってしまうことになるんですそのためためまに 食べときは必ずつぶあんを選ぶようにしましょうさていかがでしたでしょうかそれではここで2件の内容をまとめておきます2件まとめこの2件では美味しすぎてやみつきになる激うまあずきの食べ方を合計4つご紹介いたしました1砂糖不使用なのに甘い発酵あんこ2ご飯と一緒に炊くだけでできるあずきの雑穀米3みるみる脂肪が溶けていくあずき茶4 糖の吸収が阻害される粒あん。